内田靖子です。今回は形成外科医役をさせていただきます。セリさんにお顔の手術を長年にわたって進めていくという役どころをさせていただきます。形成外科医というのがあまり馴染みがなかったんですけれども、生まれつきのお顔の障害ですとか、美容に関することですとか、いろいろな面から手術をするお医者さんだということを伺っています。セリさんのお母さんの手記の本を読ませていただいて、かなり大変な作品に挑ませていただくんだなって思っていたんですけれども、もちろんその現実というのは変わらないですけど、やはり作品にするにあたって少し消化されているというか、ただ辛い現実を受け止めるというよりも楽しんでいただける作品になるのではないかなと、私も楽しみを覚えました。楽曲も台本を読んだだけで、この楽曲は明るいナンバーになるんじゃないかなっていうような、いろんな色がある台本だなと思いました。そうですね、すごく想像力が働かされる楽曲といいますか、五感を使って楽しめる楽曲というのが音を聞いただけでも伝わりました。今回の作品のテーマにも少し当たると思うんですけれども、やはりいろんな方とのコラボレーションを楽しみたいっていうのと、丁寧に作品作りに挑んでいきたいなと思っています。コミュニケーションを丁寧に取りながら作品作りに挑んでいきたいと思っています。私自身この作品を通じて、セリさんに出会えたことをとても嬉しく思っています。難しい作品そうだなと思わずに、皆さんにも出会っていただけたら嬉しいなと思っています。はい、私も頑張りますので、お楽しみにしていてください。